そのヒデさんのメルマガ登録してます。すごい、私何回もメール返事しようかと思ってんだけど、いいメルマガだね、本当に。それ、あの今動画撮ってるから、それ動画をあのじゃあ全国の皆さんに、今の都道府県でやっと半分ぐらいまで元気だけど、全県を方に見てもらいたいなと思って。もうしょっぱなからちょっと本当にちょっとヒデさんにメールしようかと。あ、そうなん、しょっぱなって。すごいなんかしょっぱ、なんかヒデさんのこれまでの経歴長いもん。もう朝からうるっとしましたよね。本当に。そんな僕なんでうるっとしてたら、もう純子ちゃんのもうまず純子ちゃんの元気の出る回のスペシャルバージョンのね、動画撮ってるから、それの1時間ね、あれ話していただいたんやけど、すごいのがね、純子ちゃん30分でピチャッと、あの話を終えて歌い出すっていうのを見てたんやけど、そのタイムキーパーが自分の時間、僕ら時間言わんの、自分の、そう、分かるんですか、分かるんですよ。ものすごかったよ、あれ僕鳥肌だったもん。めちゃくちゃ大した、あの時計見ちゃいますね、時計見ないよ、ね、もうそろそろなーと思ったら、パシッと置いて、僕動画の制作をしてたから、10、9、8、7、歌い出しますねってすごかったよ。今日はこの会場で今日会場手配していただいた東京第26回元気の出る会主催していただきましたよ。どうよろしくお願いします。ナオキ&オーヒラ。ナオキ&オーヒラです。よろしくお願いします。はい、いいね。ありがとうございます。本当に。あれやっぱりあれ、練習してるでしょう。はいはい、知ってます、知ってます。ね、はい。あれ今日教えてあげてください。そうですね。そうなんですね、ほとんどないですね、もう。あとは9月と12月に。紅白出てくださいよ。ありがとうございます。待ってますよ。頑張ります。紅白。本当ですね。うん。出たいですね。紅白。紅白。目指せ紅白ですか。目指せ紅白。すごい。頑張って。頑張れ。いきますか。わー、ね、素敵ー、わー、綺麗。もともとずっとお歌歌って、違うんですか、はい、見えなくされてから31から始めた、そうなんですね。その時子供さんが、あれしてて、実名されて子供さんがしてて、で母になって、 そこから子供にどうしていくかっていうのが不屈の精神っていうのが、ちゃんの中に芽生えて。